2回切ったんですけども、随分投稿が、YouTube の方の投稿が、まあ、今ちょっと容量が 100MB を切りそうだったんで急いで切ったんですけども、やっぱスクロールするとダメだなと思うんですが、これは、この投稿欄はいらないな。なんでここを入れなかったのかわからないんですが、ちゃんとなってんのに。これが、あ、ここがないやつですね。これ切ろうと思います。で、F5 を押すとこれが消えると思うんですが、まあまあ聞きましたね。まあなかなか画像を最初に貼ってしまいそうなと文章をつけるのもいいのかなと思いました。画面が今2画面あるので、こういう使い方ができるのかなと思うんですが、で、またやってみたいと思います。なかなか難しいなぁと思うんだから、とにかくやってみますが。わぁ、とにかく。とにかくやろうかなと思うんですけども。これで、なかなか時間が経つの本当に早いなと思うんですけども。とにかくやっていきたいと思うんですが、まだ時間がかかりますね。30メガか。よし、やってみたいと思うんですが、ここからどうするか。こっからどうするかですね。F5 を押して、これ消して、要はまた画像をいっぱい貼ってから、もう一つの画面で確認しながら文字を書いていこうかなと思います。で、そうですね。火曜日の現状報告にと。おかしいな。まあ、とにかく画像をこんで、一気に貼ってみたいと思います。これは、まあいいや。こっち側ですね。読んで、あそこまでキャプチャーできなかったんですけども、これはいいか。結構同じのが載ってしまっているんですが、まあ、載せてみたいと思います。あれ、またオリジナルじゃなかったか。オリジナルで載せないと、こういうふうになってしまうので。まあ、一回切りたいと思います。